Небагато хто знає, чому Японію називають країною сонця, що сходить. Крім того, що це найбільш східна держава, і її мешканці перші на землі зустрічають сонце, так і сама назва країни японською, а так само їх національний прапор позначають сонце. А познайомить нас сьогодні з цікавими фактами про Японію Йошо Якусакі-сенсей, який викладає в нашому університеті японську мову. Зустрічайте! Ваші оплески! こんにちは。私はこの大学で日本語を教えています。矢部崎と申します。この大学で3年間日本語を教えています。この学生たちは毎日一生懸命日本語を勉強しています。日本語とウクライナ語は違う言語ですが、それでも 一生懸命勉強して、今ではいろいろなことを話せるようになりました。それでは皆さんどうぞ。皆さん、こんにちは。私たちは日本語の学生です。私はアリナです。私はサシャです。私はエリコです。私はディアナです。 ニューイージーにぐらい、キエフ国立貿易経済大学に学生が日本語を勉強しています。日本語はとても面白いですよ。とても難しいですから。そして私はとても面白い。とても面白いも日本語を好きですから。 とても楽しいです。そして面白いです。日本語は文字が3つあります。漢字は2週間です。あります。私たちは勉強します。2週間にあります。 私たちは日本の文化が好きです。とても面白いですから。日本人もウクライナの文化が好きです。ドドリやレイス、ウクライナは有名です。とても、ボルシュはとても人気です。皆さんも日本語を勉強します。日本語の勉強はとても可能です。私は頑張ります。 Хочете нас розуміти? Приходьте на курси японської мови.